皆様こんにちは、四軸的心です。私は今大田川放水路の河川敷、もう祇園大橋のすぐのところですね、ここへいます。このように草もですね、この間の大雨で、もうちょっと斜めにですね、なってるっていう、そういったところですね。そうですね。これのちょうど、多分黄色いところは完全に沈んでたような気がしますけど、まあ、こうして水がないとですね、結構堤防も高いし、まあまあかなって思うんですけど、あの上の方までマス目2個分1個半とかの2個のとこまで来るとちょっと焦ってしまいました。そうですね、上流からの土も上がってきているかなって感じの、ちょっと下にも降りてみようと思います。今日はだいたい今立ってるところぐらい、この辺ここぐらいまで、だからマス目1個分ですね。向こう見た方がいいんですかね。この上からマス目1個分のところに今立ってるんですけど、ちょっと寄せると、まあ、大体あんな感じのところに今立ってます。こっから下はおお、堆積してるな。で、大田川放水路の方はですね、通常運行というか、一番左のゲートがちょっとだけ開いてて水が流れてると。お、下もなんかこう文様が、向こうには行きませんけど、確かの祇園大橋よりあっちは行っちゃいけないっていうことになってたと思うんですけど、上流から流れてきた木とかが、そして土砂も堆積してますから、ちょっと浚渫しないと次の大雨の時にちょっと備えた方がいいんじゃないでしょうかね。こんな感じで普段はこう放水路といえども浅いんですけど、今はまだ今干潮の時間ですかね、普通に流れてるんで。より足場が悪いという、でも冷静に考えたらちょっと水が溜まってる近くをさっき歩いてたというですね。そうですよね、あそこが本当の川底なんで、見えないけどちっちゃい魚も、あ、いるな。大方マス目1個分ぐらい砂、上流から流れてきた砂が堆積してるんで、
まあ、あの量でしたからね、水が。でゲートはこんな感じで、通常は一番左ですね、3門あるうちの一番左側、左側とは言わないか、右側って言った方がいいのかな、まあ、こっちから見て左側ですね、がちょっとだけ開いて流してるっていうことになります。鳥も焦ったかもしれませんけど、私もちょっと今焦りました。とまあこんな感じで鳥も住んでたりとかするんですけど、あの放水してたあの日は鳥も行き場を失ってもう飛ぶしかないっていうですね、ちょっとかわいそうなことになってました。それであの水位の測定のところへやってまいりました。ちょっと見えにくい、この黄色のところは注意ですね。6メートル注意、6メートル40センチ、あと1マスってなったところで避難判断、6メートル40センチ、さらにマスいっぱいまで来ると氾濫危険水位7メートル、まあまあ、マスのちょっと下ぐらいですね。そしてマスいっぱいまで来ると、計画降水と、いうことになりますので、この間は一マス半ぐらいまで来てたんで、あともうちょっとで、避難判断水位と、いうことですから、まあ本当にこう、目いっぱい流してたということになります。こう大体こう見ててもですね、あと一マス半ぐらいになってきたらちょっと焦る感じの、この河川敷が全部水っていうのはそこまで焦らないんですけど、こう残りが一マス半とかこう2マスぐらいからこうだんだん焦って一マス半ぐらいになるとこれはみたいな感じに、まあ、この間思ったんですけど、以前も何度かそういうシーンは見たんですけど、あともう一マス切るとかっていうのはあんまり見たことがありません。普段はもうこのように穏やかな場所になってますんでね。ただ駐車場がありませんのでね、付近の有料駐車場を、有料駐車場を言うともこの祇園大橋の線はあんまりないんですけど、もう少し南の鯉のあたりになったら有料駐車場ありますんでね、そこへ止めてっていうことになります。それではラストは新城橋で、ラストシーンということにしようと思います。ちょっと逆光であれなんですけど、本日もご視聴ありがとうございました。